どうも、ユーデックスです。さあ、今回はね、何をしていくかと申しますと、おすすめアロエ5選をやっていきたいと思いまーす。じゃあね、早速、今回、アロエの紹介なんですけど、アロエって皆さんどんなイメージですかね？私のね、最初のアロエのイメージ、もう小さい頃のイメージは、すごく地味なイメージだったんですけど、とあるね、アロエに出会ってから、もうイメージがね、180度変わりました。皆さんもアロエのイメージ、すごく地味って思ってる方、いらっしゃる方多いと思います。なので今回は、そのアロエのね、イメージを180度変えていこうと思います。それでは早速ね、一つ一つ紹介していきたいと思います。まずね、僕がアロエにハマったアロエを紹介していきます。はい、こちらになります。アロエのモンシロカイ、英語ではね、フェロックスというね、言い方をします。このね、ヌインとね、シュインとしたこの形がすごく特徴的でね、でね、だんだん大きくなるとこれがね、回転していきます。はい、今はね、このような感じで、縦を見るとね、はい、このような感じなんですけど、これがね、だん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 ね、こう、回転していきます、株が。でね、円状になっていきます。はい。すごくね、このトゲトゲとしい赤色のね、めちゃくちゃかっこいいです。購入当初の写真、バン！当初、買った時もね、すごくかっこよくて、アロエって、すごくね、なんか、イメージと違ったんですよね。こんなトゲトゲとしい、こんなシュッとしたイメージとは、全然僕違ったので、初めてこいつに出会った時に、何こいつと思って、よく見たら、アロエって書いてあって、こんなアロエが世の中にあるんだと思ってね、すごくアロエのイメージが180度変わったのが、すごくね、今でも覚えてます。すごくかっこいいんですよね。本当にね、この、トゲトゲとしい赤色がね、これわかりますかね？めちゃくちゃかっこよくないですか？このアロエ。かぁ。こっちもね。はい。でね、このね、フェロックスの特徴が、このね、外側がね、すごく赤色のトゲがあります。で、内側はね、そんなにね、トゲがありません。ここも一つフェロックスの特徴だと思います。内側からね、どんどん新しいね、葉がね、こう出てきます。こう回転していきます、葉っぱが。で、今ね、結構、動画上じゃあね、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、あ、こうやってすると分かりやすいですかね。ちょっとずれてってるのが分かりますかね、下から上にずれてってるの。はい。もう購入して2年経つんですけど、1年目はね、ずっと同じような大きさのまま、ずっと並行して入ってたんですけど、2年目のこの春になってから少しずつね、回転し始めました。はい。で、大きくなるとね、葉っぱが直径が30センチぐらいになるみたいです。はい。このね、シュッとした。で、回転していくっていうのがね、このアロエね、フェロックスです。めちゃくちゃおすすめです。そして2個目。今ね、シュッとした、このアロエを紹介しました。続いてがこちら。アロエのね、スプラフォリアータというね、アロエになります。こちらはね、逆に、上ではなくて、下にこう垂れ下がっていくアロエなんですよ。はい。ちょっと今ね、アップしていきます。このようにね、さっきは一発目のね、フェロックスは上にね、上がっていくんですけど、このフォリアータは下にシュンと下がってるんですよね。これがね、だん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 こう全体的に葉っぱがね、垂れ下がって、シュンと下に垂れ下がっていくのがこのね、スプラフォリアータの特徴です。はい。で、この子はね、トゲはね、白いです。はい。でね、この垂れ下がっていったのがね、だんだん重なってくるんですけど、そのね、感じがね、すごくかっこいいです。この子もだいたい直径が30センチぐらいになります。スプラフォリアータもすごくね、おすすめで今大人気です。はい。あ、ちなみにこのね、スプラフォリアータもね、実はね、道の駅でね、購入をしました。道の駅でなんと500円でした。500円でね、最初買った時はまだ直径が10センチぐらいだったんですよ。なんですけど、もう今ね、もう直径、もうだいたい一番下は30センチぐらいにはなってると思います。だいぶ大きくなりました。で、この子ももう2年ぐらい栽培しています。もう2年目の春ですね。はい。2年目の春でもうだいぶ直径が30センチぐらい大きくなったので、成長スピードはね、結構早いと思うので、結構ね、成長も楽しめるアロエだと思います。はい。続いてはね、こちら、パルブラというね、アロエになります。
和名ではね、女王錦なんていうね、言い方もします。はい。このようなね、感じでね、細い葉っぱのね、イメージですね。で、ちょっと葉っぱがね、ザラザラとしています。はい。で、ちょっと青緑色をしていますね。はい。でね、真冬はすごくね、寒さとかに当たったりとか、室内で管理もしてるんですけど、少しね、やっぱ寒くなって、ちょっと紫色にかかってますけど、春になってね、しっかりね、緑色にね、ちゃんとこうやって戻ってきて、今くれて、青緑色しています。はい。このね、パルブラもね、女王と言われる感じなので、すごいかっこいいですよね。はい。これね、私もこのマロエの、このシャープなこの感じがすごく好きで、このね、パルブラ、すごく好きな品種です。はい。そして続きまして、じゃじゃん、見えますか見えますかっていうぐらいね、本当に小さいアロエなんです。このアロエ、実はディスコイングシーというね、品種のアロエです。はい。この感じでね、この子はね、ディスコイングシー、世界最小のアロエの品種となります。今こういった色してますがね、またね、春になればね、また緑色に戻ってきてくれると思います。このね、アロエもいろんな品種、大型、また中型、で、またこのディスコイングシーみたいに、世界最小と言われるね、直径でもね、だいたい3センチぐらいにしか大きさはならないみたいなんですけど、このね、世界最小のディスコイングシーというね、小さい品種のアロエもあります。なので、室内で育てたりとか、大きいアロエとかは苦手だなとか、でもね、ちょっとこう、可愛いアロエを育ててみたいなっていった方は、このね、ディスコイングシー、ぜひね、おすすめです。で、続いて、5つ目ですね。5つ目。このアロエ、カスキロニアエというね、アロエになります。このね、三角形のような形のね、形状のアロエになります。これがね、群生して、どんどん縦に伸びていって、もうね、原産地では、1メートル以上、縦に伸びるタイプのアロエになるみたいです。このようにね、縦にぐーっと分生して伸びていきます。でね、周りのトゲがね、赤色で、すごくね、かっこいいんですよね。で、結構ね、株のね、この葉っぱもね、肉厚があるタイプのアロエになります。今、アロエ5選紹介していきました。で、アロエの相場ってすごく気になると思います。まだね、アロエ購入したことないとか、アロエじゃあ今すごく気になったので、ちょっと園芸屋さん行ってみようかなって思った方。で、相場ってどれぐらいなんだろうっていうのね、すごく気になると思います。はい。で、アロエは、だいたいね、1000円から2000円ぐらいが目安として園芸屋さんとかで売られているのが相場だと思います。で、それ以上になると、ちょっとね、希少品種であったり、また、ね、こういったスプラフォリアータも、ね、私は道の駅で500円でゲットしましたが、その時もね、やっぱまだ小株でした。で、しっかりも大株になって、もう立派な感じの、株の時は、だいたいやっぱり3000から5000円ぐらいはすると思います。はい。なので、こうね、成長を楽しみたい方は、1000円から2000円ぐらいの相場のアロエを購入してもらって、育てていく。で、もう、立派なね、大株、大人になった成長の株を、両株をもうね、もう観賞用として、購入したい、育てたい方は、もうね、3000から5000円ぐらいの相場で、アロエをね、探してみるといいと思います。はい。まだね、これもね、品種によってちょっとね、多少、上下してしまうと思うんですけど、だいたい目安として、参考にしていただければ嬉しいです。でね、続いて、アロエの、栽培管理の仕方を簡単に説明していきます。で、今、春です。春は、まずですね、室内で育てるのか、外で育てるのかによって変わってくるとは思うんですけど、結構、私の育てて2年栽培している感覚だと、太陽はすごく重要だと思います。はい。太陽にしっかり当ててあげることはすごく重要ですね。まず一つ目としては、徒長を防ぐっていうことがまず第一点です。で、やっぱりもう一つがですね、株の色ですね。アロエって緑色のイメージの方が多いと思うんですけど、結構ね、太陽にしっかり当ててあげると、青緑色のね、色をしてくれるんですよね。で、この青緑色してくれている株っていうのはすごくね、私のあくまで見解ですが、すごくね、太陽もしっかり当たってる
ね、状態でいい状態だと思っています。はい。で、他の色に変色してしまうと、ちょっとね、日光不足なのかなっていうイメージです。はい、なので、しっかり太陽に当ててあげるっていうことが大事です。なので、室内で育てる方も窓辺で、しっかりね、太陽当たるところで、ただし、西日は当てないこと。で、お外で管理する方も、春からは、少しずつ太陽に慣らしてあげてください。目安としてはですね、まずは、朝日に3時間程度当ててあげる。次からだんだんと日数を、ね、増やしていくにあたって、太陽に当たる日照時間を増やしていってあげる。で、真夏、夏なんですけど、夏に関しては、私も西日は全てのアロエは太陽が当たらないようにしています。朝日からだいたい夕方の3時頃までですね、までの太陽の日照時間。なので、だいたい6時間から、9時間程度の間ですね、を、当たる目安として、太陽にしっかり当ててあげるといいと思います。秋もですね、こちらがアロエなんですけど、耐寒性の強いものもあります。で、中にはですね、完全に水を切る、断水、完全断水ですよね。完全断水に近い状態で、管理すれば、お外でですね、ゼロの近くまでいけるアロエもあるんですけど、これもね、一概にね、ゼロ度まで耐えれるとも言えないですし、寒いところにね、お外、真冬外に出しちゃいけないとも言えないんですけど、やっぱりね、日本の真冬はすごく寒いので、冬はね、しっかり室内管理に戻してあげるっていうのが大切だと思います。冬もね、必ず窓辺の、しっかり太陽が当たってあげるところがいいと思います。で、続いて、水やりに関してです。アロエは、株にね、水を貯蓄する機能もあります。ある程度乾燥には強いです。はい。で、ユリ科の植物なので、ハウルチアを育てている方は、すごくわかりやすいと思います。ハウルチアを育てているイメージで水やりをしてあげる、管理をしてあげるっていうのがね、すごくポイントとしてあります。春は、しっかり乾いて、鉢が乾いてから、でね、サインを語ってから、またしっかりと発足から水が出るまで上げてあげる。っていうね、回数のペースでいいと思います。で、真夏は少しね、水をね、頻度を下げます。はい。これに関してはですね、やっぱりね、加湿にね、少し弱いのがアロエの体質なので、真夏暑い中、水をね、たっぷりあげちゃったりすると、ね、根腐れをしてしまったり、加湿状態で株が弱ってしまったりするので、夏は水を少し控えめにしてあげます。で、秋も同じように、春と同じようなペースでいいと思いますが、まあね、冬に差し掛かるにつれてね、少しずつ水やりを減らす時期にもなるので、秋は春よりかは少し水やりを減らしてあげる頻度でいいと思います。で、冬です。冬に関しては、室内栽培している方、で、窓辺でしっかり太陽に当たって、ね、土を乾くのも早い方とか、逆に、室内のね、完全のね、窓辺じゃない中で育てている方とかは、鉢のね、乾くスピードも変わってくるので、これもね、一概にこうしてくださいとは言えないんですけど、真冬はね、私は、だいたい、2週間に1回、根が少し湿らす程度のお水をあげます。ただ、お水といってもね、これはね、いろいろ開墾植物とか育ててる方、多肉とか育ててる方もそうだと思うんですけど、少しね、ぬるま湯ですね。ぬるま湯を少量あげます。で、このあげるタイミングも、昼間ですね。とか、ちょっとね、気温が高い時、真冬でも少しまだ気温が高いお昼の時に少し少量あげてください。で、しっかり2、3日で乾くっていうことがすごく大事だと思います。これね、どんな植物でもそうだと思うんですけど、もうね、1週間ずっと鉢がね、乾いてないっていう状態は、もう水はけも悪いし、根腐れを起こす原因だと思うので、2、3日でしっかり鉢全体がね、乾くっていうのがすごく大事なポイントだと思います。今ね、簡単に春のね、から冬、管理の仕方を説明いたしました。あくまでね、これ私の今までの2年間のアロエの栽培管理の仕方なので、やっぱね、株によって、で育てている環境によって変わってくるので、しっかりね、植物をね、観察してあげてください。ではね、
今回ね、いろいろなアロエを紹介していきましたが、実はね、最後にもう一種類ね、実は紹介したいアロエがあります。それがね、こちらになります。はい、こちらがね、アロエのね、ハイブリッドです。ハイブリッドなので、交配です。交配種です。この交配が、アロエのカスティロリナエとアロエのパルブラのハイブリッドになります。あれ？カスティロリナエとパルブラってさっきなんか聞いたことあるぞって思った方、聞いてると思います。はい、そうなんです。こちらの、スプラで、違う。こちらのね、はい、こちらのね、カスティロリナエとパルブラの交配させたものがアップしてみていただくと、このね、細い葉はね、パルブラのね、血が流れてますよね。で、こうちょっとね、周りのトゲを見ていただくと赤色なんです。このアロエがね、アロエが、このね、トゲがね、赤色なのが、カスティロリナエのね、すごい血が混ざってますね。アロエのハイブリッド、交配、すごくね、いろいろ進んでいて、いろいろなね、アロエの交配、いっぱいあります。このようにね、アロエ、原種もあればね、こういう交配種、ハイブリッドもね、今すごく流行ってます。なのでね、皆さんもぜひね、園芸店とか、ホームセンターとかでね、ぜひいろんなアロエを、見てね、ぜひいろんなね、アロエを育てて見てください。はい、今回もね、この動画良かったなと思った方ね、ぜひ、グッドボタン、そしてね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい。これからもね、私、ユーデックス、いろいろなね、植物の紹介をしていきますし、このね、コメント欄、ぜひぜひね、皆さん、コメントもしてください。このチャンネルは、私、まだ、栽培しかね、植物を栽培してから、3年目の私もね、皆さんと同じようなね、素人さんでもあります。なので、皆さんと一緒に、このね、植物ボタニカルライフの楽しさを共有しながら、またね、さらに栽培スキルも皆さんと一緒にアップしていきたいというね、思いでこのチャンネルをね、しています。はい、なのでね、ぜひいろんなコメントをください。軽口コメントももちろん受け付けます。はい、そしてね、またね、いろいろな私もね、植物育ててますので、いろいろなね、私なりのね、アドバイスもできれば嬉しいので、コメントとかもぜひね、どんどんくださると嬉しいですし、このね、情報共有の場としてね、このチャンネルをね、活かしていただけるとすごく嬉しいです。はい、それではね、これからもね、春、夏に向けてね、ボタニカルライフどんどん楽しくなっていくと思います。皆さんもね、ぜひ楽しいボタニカルライフをお送りしてください。はい、それではね、またお会いしましょう。